1時です。この番組はエコパハウスの提供でお送りします。皆さんこんにちは。全国的にまた土曜日がやってまいりました。エコパハウスの提供でお送りしますなんてね、やっぱりどこにいるかというと私たちはエコパにいるジュネでございます。はい、こんにちは、塩澤かおりです。今日の SBS ラジオ満開ラジオジュネランマンはエコパ春よ恋祭りの会場から公開生放送でお送りします。皆さんこんにちは。本人からよく喋るわね。ジュネさん、満開の人たちでしょ。満開の人たちね、満開っていうことはもうあんたそれ言葉変えるともうそろそろ散る人たちよ。いやいや、もう花盛りじゃないですか。まあね、つぼみの人たちお集まりありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、あの日常生活にちょっと刺激が欲しい方とか、怖いものを見たさ聞きたさの方がこんなに集まってくださいました。ありがとうございます。そしてね、忘れる前に言いたい。ラジオの前の方にはちょっと見えませんけれども、私たちイベントカーのステージから今お送りしてるんですが、はい、その前にもう綺麗なね、鉢に植えてあるお花がいっぱいあるんですけれども、カラフルです ね、 ね、グリーンパークさんでしたっけ。はい、ステージ周りのお花は ねグリーンパークさんの提供ということで、今日はこの芝生広場の周りにいろんなお店が出ていますけれども、そうですね、グリーンパークさんありがとうございます。グリーンパークさんありがとうございます。これ持って帰れないので後でお返しします。ね、かわいらしいお花、素敵ですよね。黄色とか赤とか紫とかパンジーとか、何でしょう、いろんなお花がね、はい、お近くの方ね、本当にお安いお花がいっぱいありましたから、はい、ね、それと、まあ、すごい食べ物のねブースもありますけれども、そうですね、はい、この春よ恋祭りはですね、エコパで開催されていまして、今芝生広場がね本当ににぎわってるんですけれども、うん、静岡 B 級グルメフェアといいまして、はい、見えますね、いろんな看板が。はい、ジュネさん大好きの卵ふわふわでしょ、はい、それから浜松餃子、富士宮焼きそば、ね、静岡おでんとか看板見えますね、はい、はい、それからですね、ちょうどねこのステージの右手ですね、天然の雪を運んできた雪の広場がありまして、子どもたちに大人気。もう坂のところに雪を敷き詰めてくれてありまして、そうです ね、 取り滑りしてますね、お子さんたちね、はい、雪のちっちゃい山もできてますね、はい、それからね、フクロイの地酒やフクロイのお茶などなどもね販売しております。はい、はい、それからね、エコパ特製のエビ芋汁も振る舞われて、もう本当に多くの方で賑わってすぐなくなった。私たち味見させていただきました、ね、大きなエビが入ってましたね、エビ芋ですけど、お芋もですね、そうですね、エビも入ってましたね。卵ふわふわはまだ味見してないわねただ言っただけでございますのよ。ジュネさん大好きなのよ ね、さあ、はい、さあ、そしてですね、このね春よ恋祭りは今日そして明日も開催します。明日はですね、袋井消防署からはしご車でしょ、それから救急車がやってきます、はい、それからね、岩田警察署からパトカーとか白バイの展示、そしてね、振り込め詐欺防止のね寸劇もありますので、はい、はい、お楽しみください。警察犬もやってきます。